どうも皆さん、ご機嫌の方はいかがでしょうか。ナオトです。今回はこちら、また出ました本格的抹茶スティック、こちらを使用してね、ちょっと食べてみたいものがあります。そちらがですね、こちらカレーライス。まあカレーライスっていうのはですね、いろいろ隠し味と言われて、コーヒーとかね、ソースとか醤油かける人いないか、ミルクとかね、マイルドにするために、コクに出すために、いろいろやってはる方がいらっしゃると思うんですけどもね、私その隠し味としてこちらの抹茶スティックを入れてみたいと思います。どっかの抹茶のお店ではですね、本格的に宇治抹茶カレーっていうのも販売されているみたいなんで、まあありえなくはないんですよ、この抹茶は。だから僕もこの本格的な抹茶と本格的なカレー混ぜたら、別に宇治抹茶カレーでいいんじゃないっていう感じになるんですよね。うん、ですよね。うん、だから早速ですけどもね、こちらのカレーの方に抹茶スティックを入れてみたいと思います。じゃあもう早速ですけどもね、入れていっちゃいましょうかね。抹茶入れていきたいと思います。あ、いい香りがする。すごいいい香りしますね。砂漠地帯に広がる自然がね、感動的でしょう。包み込むようです。こんな感じでですね、ちょっとかけてみました。見た感じで別に悪くはないですよね。ちょっと混ぜてみたいと思います。どう混ぜたらいいんだろうな。俺右利きじゃないから、ちょっと混ぜにくいんだけどね。青のり見えてきたちょっと青のりに見えません、これ。香りがすごくいい。混ぜ方下手だな、俺。全然右手を活かせません。いや、でもなんか美味しそうに見えるんだけどね。ほら、このじゃがいもとか人参とか、このちょっとつぶつぶ感がブラックペッパー的な、バジル的な、なんかそんな感じ。宇治抹茶カレー、はい、できました。はい、ではですね、早速私が作った特製宇治抹茶カレー、見た目ね、同じなんですよね。しかし問題は味でございます。はい、何度も言います、問題は味。味が良ければ全てよし。じゃあ、いただきます。ああ、ね、ほのかにね、お茶の香りがして、カレーの味はするんです、普通に。でもスッと抹茶の風味もね、出てきてね、いい感じでマッチしてましたね。商品として出てる宇治抹茶カレーはどんなものかって言われたら分かんないですけど、僕の今作った宇治抹茶カレーは少なくとも美味しいです。うん、これは大成功だと思います。こちらの私が愛用している、はい、抹茶ミルクの粉末とかね、これマイルドになると思いますんで、これは美味しかったですね。抹茶シリーズどんどん増やしていきますんで、また見てくださいね。よろしくお願いいたします。